おせんべい焼けたかな。あれ色変わるんだ。じゃあこんな感じです。はい、VCP のあまちゃんです。ダマスです。課長です。いったんです。今日やるのは何ですか？メダルメッキドーナーですけど、うん、これをですね、3枚並んでるよ。はい、3枚並んでますね。ちょっと亜鉛にてメッキをかけまして、いや、オリンピックかけんのかなと思ったんだけど、オリンピックに関連して銅、はいはい、金銀銅のメダル作ろうという実験でございます。本物の金とか銀じゃないんだよね、はいはい、そのプロセスをじゃあ順を追って説明してください。はい、じゃあまず何を、じゃあですまずね、あの水酸化ナトリウムの水溶液にこちらの亜鉛ですね、粉末だよね、粉末です、亜鉛の粉末を全部入れるんだ、はい、全部軽く混ぜるぐらいで、あんまり頑張るところは、ね、垂れて危ないから、3枚あるけど、綺麗なのを1枚残しておいて、これ見た感じ綺麗なんで、これを残して、じゃあこの2つをですね、2枚で綺麗にしていきたいと思います。跳ねないように、はい、丁寧にゆっくりと、はい、めちゃくちゃ心配、ね、ちょっと怖いなと思って、ちょっと怖いな、うん、はい、すぐにもうね、この上の体積だから、もういきなりもう80度ぐらいになっちゃうので、うん、弱めでいいです。じゃあ温度を測っていきたいと思います、うん、はい、大体ね、80度になるとボコボコいっちゃって危ないんで、はい、その、うん、ちょっとその手前ぐらいでも作業始めてほしいんだけど、もう70度超えましたね、じゃあそろそろ、じゃあもうそろそろいいと思うので、じゃあはい、行きたいと思います。今度止めます。ちょっとまあね、泳がせて、おー、もうすでにでも色が銀色になってるね、銀色にメッキされてます、されているんですね。跳ねないように気をつけながら少し動かす感じかな、はい、はい、じゃあ十分にメッキがされているようなので、こちらのね、ビーカーの方に移していきたいと思います。水が入った、もう普通の水が入った、よし、気をつけてね、よし、オッケー、うん、はい、でみんなでもギャラリーがめっちゃ心配されてるだって危ないから、ね、よほど信用がないの初めてのおつかみだな、はい、じゃあピンセットを一回戻して、はい、ちょっと気をつけてください、はい、実は流水で、流水でチャージ、これで、はい、あのアルカリ分が取れたってことですね。そうですね、はい、でさっき使ったピンセットも同時に水洗いしちゃいましょう、はい、ピンセットとメダルを、メダルの水気を取っていきたいと思います。水がついてるとあの、はい、ちゃんとメッキができないので、それも取って、はい、オッケー、でじゃあ1枚を、うん、まあ綺麗な方を、ね、メダルに使いたいので、はい、じゃあこっち綺麗なんで、こっちをまあこちらの方に移しまして、うん、であとは次、はい、で炙る時に、まあ、持ち方が、うん、こうやって両端をこう挟むようにして、あ、普通にこうやって挟むのじゃない、ね、ちょっとあのムラというか挟んだところがちょっとね、うまくうまいことです。で中火で、はい、おせんべい焼けたかな。もうちょっといけるかな。もうちょっと炙って。そうですね。もうちょっと炙ってみましょう。言わなくていいの。おせんべい焼けたかな。はい。裏面とかもしっかりいってるんだ。裏もうちょっといけるんじゃない。裏もちょっといけますかね。ちょっと、うん。じゃあ、じゃあ裏重点で。焼けたかなと。はい。どうだ。どう、黄金色になった、一応これどうすか、じゃあこんな感じです、綺麗、はい、ここにちょっと熱いからさ気をつけてね、はい、あのピンセットも熱い、はい、あーいいね、金銀銅、金銀銅、まあ、遅れたりしたら火傷とかしちゃうんで気をつけてね、はい、十分に冷ましてから、はいはい、輝きをぜひこんな感じで、あ、キラキラ見える、はい、キラキラ、ちゃんと最初に映ってたストラップ、はい、ストラップつけて、はい、お土産にできるよねって話ですね、はい、綺麗、うん、いい感じ、いいんじゃないかな、オリンピックのメダルらしくね、はい、はい、メッキね、はい、メダルストラップが完成しました、はい、やった、あ、光った光った、あ、光った光った光った、光った、オリンピックの後のアップになったらどうすんだよ、いや、お願いしますよなるべく早めに、はい、なるほどで、はい、
なんでこんな風になるのかちょっといまいちちょっとよく分かってない部分がちょっと、だって銅と亜鉛、そうですね、イオン化こう傾向的に、あ、なんかね、亜鉛の方が、うん、だからその辺ちょっとマジでか、到着に解説をお願いします。説明いたします。まだ一番最初に亜鉛粉末を入れました。はい、で亜鉛粉末はあのイオンになりますね。ありますね。でイオンになるときに、まあ、電子を放出します。それはまあね、確かに、はい、でその過剰に出た電子が、あの入れたね、銅入れましたね、銅がね、メタル、はい、銅の方に電子が移動します。はい、するとイオンだった亜鉛がその電子を奪いに来て銅の表面に亜鉛が析出するという。まず亜鉛のメッキってこと。あ、そうです。なるほど。もう銀、まあ、ただ銀色だけど、これ一つ疑問がありませんか皆さん。お、疑問、亜鉛ってどうですか、あの4価傾向で言うと。あ、大きいですね。そう、亜鉛は4価傾向が高いですよね。イオンの方が安定する。そうそう、はい、けど、まあ、今回は電子をもらって石質元の亜鉛に戻るっていう反応になってるわけで、あ、まあ、ここが亜鉛化、亜鉛じゃない、イオン化傾向だけでは説明がつかないところっていう。お、なるほど。まあ、一応ここに酢イオンっていうのが関係してるんですけども、はい、あ、実はそれじゃなくて、亜鉛、ただの亜鉛イオンじゃないと酢イオンっていうのがあるんですけど、はい、まあ、あの逆みたいな反応が起こってるねっていう話ですね。なるほど、なるほど。で、でさあ、あ、何ですか、ね、どうして金色になったの。まあ当然の疑問ですね。もう一つ金も作りましたから、はい、じゃあもう一つ金の方も説明していきましょう。はい、まず、これはさっきの、ね、銀メッキのものを書いたんですけども、まあ、加熱しましたよね。銀のやつ加熱した、はい、ですると、銅と亜鉛のこの境界のところですね、ここが溶けて、あの原子が攪拌するんです、拡散するんです、ね、拡散ですね、はい、ですると、まあ、混ざって合金、いわゆる合金になると、そうすることで、そうで、金色に見えると。あ、なるほど。真鍮とか、俗に、あ、そうですね、あ、まあ、五円玉とかね、そういうのでもあると。真鍮っていうのが、まあ、こういう感じでできてると。なるほど。っていうのが金色になる仕組みです。あ、ありがとうございます。はい、ただ、まあ、もう一つね、注意したいところがあります。お、今あの亜鉛粉末を使いましたけど、明日で、これあのありがとう、これ処理がね、あのとっても重要なんですね。なんででしょう。さあ、なぜでしょう皆さん。本来この粉末の状態では表面が酸化しております、うん、そうだね。ただアルカリに触れた時点で、うん、その表面の被膜が取れてしまって、ね、うんうん、とてもなんですか、綺麗な状態で反応しやすくなっちゃうわけですね。はい、そうですね。だから、まあ、そのまま可燃ごみにえいなんて捨てちゃうと最悪燃えて、うん、大変なことになるので、はい、まあ、処理するときは、こういう金属管とかの中にね、粉末を入れて、はい、十分に空気に触れさせてから、まあ、学校とかそういうとこ、あの業者にまとめて処理を頼むっていう形にしましょう、うん、はい、まあ、あの非常にやりたくなる実験ではあると思います。簡単だし面白いし、ただ危ないので、はい、あのしっかりとね、安全配慮を行って、ちょっとあれは実験終わったからご評価にドーンとかやったらもう、うん、まあ良くないということでした。ね、というわけで、亜鉛のメッキでメダルを作ってみたということで、はい、はい、金銀銅、今回はこの辺で、はい、終わりましょう。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。